片岡です、今日はですね、吹き寄せというお菓子を作ってみたいと思います、吹き寄せというのは何かというとですね、風が吹いて、葉っぱとかがこう集まった状態のことを言いますね。まあ、あまりいいイメージじゃないんですけれども、もともとですね、そのいろんな種類のこう葉っぱだとかどんぐりだとかそういった木の実だとかをこう集めて半生菓子とかね、あるいはそのいろんなものを集めて野菜とか、まあ、そんなようなあのをセットにしたものを浮き寄せとして商品として、あるものがあるんですよね。まあ、それに習ってと言いますか、まあ、それをあの見本とさせていただいて吹き寄せというお菓子を作ってみたいと思います。はい、薄茶色練り切りが 24g、そして中あんが 8g、まあ、今回粒あんを使ってみようと思いますね。そしてですね、茶色、引き茶、黄色、だいだい、まあ、いろいろ使うんですけれども、まあ、その辺の配合というかあの重さはここのあたりにね、ここのあたりかな、出しておきますね、後でね。はい、では行きましょう。まずですね、薄茶色練り切りですね、これを潰して、あんこを包みますね。硬いかな。ちょっとひび割れてきました、はい、はい、そしてですね、ちょっと考えながらやっておりますが、まあ、ちょっとこう俵型気味にしてですね、これの上でやりますね。卵型ですね、卵型で押しますね。ザルをあの作ろうと思うんですよね。ザルを、そして三角ベラでですね、ここの方あたりに筋を入れますね。筋を入れますね。
竹製の、ゴミを拾う入れ物ですよね。なんて言うんでしょうね、あれ。ね、まあ、ざっと網目状の模様をつけてですね、これでカゴが完成しました、ね。はい、そして吹き寄せなので、いろいろ葉っぱを乗せていきますね、まあ、こんなようにね、感じで、ちょっと葉っぱはね、前もっと作りました。これ一時ね、撮ってると編集が大変なんで、まず最初にちょっとこう、ちょっと赤いのを使ってもらおうかなと思うんですけれど、ね、配置でちょっとで良し悪しが決まりそうで怖いですよね。無造作に置いていきましょうかね。無造作に、そのまま置いてほしい。浮き寄せですのでね、風で葉っぱとかが溜まっているところを表したところですね。まあ、それを竹かごに入れたんで、ね、集めて入れたところです。こんな感じかな。まあ、ちょっと葉っぱを作るのがね、ちょっと手間ですけれども、まあ、こっちの本体はそれほどね、大変じゃないので。はい、これで吹き寄せの完成です。ありがとうございました。